1>, 1日元日大三監督の小倉正義が、2024年の侍ジャパン U-18 代表の監督に就任することが発表された。2012年にも U-18 代表監督に就任した経験があり、今回が2度目だ。2度目の世界一へ期待されている名称だが、前回大会はどんなメンバーが揃っていたか、振り返っていきたい。 前提として、2012年は大阪桐蔭の春夏連覇を達成した一年だった高校野球界。当時の主力だった藤波慎太郎投手はもちろん、聖保守、森友也をはじめ4人がメンバー入りを果たしている。とはいえ、主役は大谷翔平投手、花巻東出身、だ。史上初2度目の満票でもメジャー 今となっては野球界の顔となった男が当時のメンバーだった。この二人に負けず、現役でプレーし続けているのは、ロッテ、田村達弘保守、厚生学院出身、おはじめ、社会人では笹川浩平外野手、浦和学院出身、そして来年から三菱重工ウエストで続行する北条文也内野手、厚生学院出身、などがいる。 一方でユニフォームを脱いだ選手たちもいる。大谷、藤波と肩を並べてビッグスリーと称された浜田達郎投手、愛好大名電出身、や、広島ドラフト1位指名を受けた高橋大輝外野手、龍国大平安出身。他にも金子亮や内野手、日大三出身、などがいる。ベジャーリーガー二人が誕生する一方、 第二の人生を歩む元野球人など、進路はそれぞれだ。高校野球を引退して10年以上が経過したが、元高校球児としておののの場所で活躍してほしい。